もういけたよ、おい。行きゃいいのに、なんなのよ。そうだね。行けよ。何か飲み物買ってくる？水分補給は何にしないとダメだよ。あ、これよかったら飲む？え、何？めっちゃ紅茶飲むな。あ、そうなの？新品じゃねえの？新品じゃねえの？ごめん。女の子相手に口つけたの渡しちゃってた。嫌だったよね。ごめんね。いやいや、そこは別に言わなきゃいいじゃん。あー、ごめん、それ、飲みかけのやつだった、でいいじゃん。なんで口つけたのって。口つけたのって。ねえ。あ、でもそれを、コップレート飲んでるから全然気にしなくていいよ、別にそのまま飲んじゃっていいよとか言えばいいじゃん。そこなんかさ、何口つけたの。あ、話題を変え、なんか変えんだ。そうだね、猫がいいかな。ペットって家族の一員だから、やっぱり相性のいい子を迎えたいよ。犬も可愛いと思うけどね。犬と猫ならどっちがいい？あ、そっか。そうなんかい。一緒だね。選択肢じゃないんかい。店長はね、店長はやっぱキスとかの方にだいぶ意識持ってってね、あれだと思いますよ。別にセックスとかなんとも思ってない人だと思いますよ、逆に。こんなところに猫。いや、いるやろ。いるやろ。ここは大型車両も通るから。いや、危ないよね、ここね。まあ、真ん中だから。V 字路だからね。おそらく X みたいな形になってるんでしょうけど。藤本さんですか。どうされました。いや、白い猫が。ああ、この子は毎日僕のところに来る子なんです。すみません、この子他にも家があるみたいで、なかなか居ついてくれなくて。僕が店に連れて行きます。藤本さん、パトロールの途中ですよね。お騒がせしました。ああ。そうか、この人、可愛いものが好きだから、もうちょい猫と戯れたかったのかな。それじゃあ、僕はこれで。ねえ。ああ、ブルースターを入荷しました。お近くにお寄りの際は、ぜひ。カンチさんが二人でニャンコ大戦争してる。わかった。お子さんとかな。そこ？店長の様子おかしい。カンツさんっていうか、多分カンツさんのお子さんだろうね、あれね。もう店に向かった。なんかおかしかった。来週大きなアレンジメントの仕事が入っててね、準備に手間取ってるんだ。お前が嫌になるまででいいから、ここにいてくれる？お前とずっと一緒にいたいな。返事なんてできないって。あー、泣いたら返事したみたいになるよね。なんか闇が深いな。それは
了承してくれたってことかな。そうだったら嬉しいな。僕はのびのびしてるお前が好きなんだ。つい勝手なことを言ってしまうけど、お前の好きなようにしててね。眠いかい？眠かったら寝てていいよ。僕も早めに終わらせるから。明日は店が休みだから、午後にスタッフのこと出かけるんだ。それのためにも早めに終わらせないと。明日は楽しみだな。あ、もちろんお前の世話もしに来るからね。安心して。私も楽しみです。大丈夫か？大変だなこいつ。ねえ、朝方いるわけだから。こんにちは。おう。ええ、どうも。確か今日は定休日でしたね。お出かけですか？お待たせ。西条さん、こんにちは。お買い物ですか？プチプチみたいな人らしてるね、なんか。ええ、少し入り用なものがありまして。それでは、お邪魔しては悪いので、私はこれで。それじゃあ行こうか。君は部屋に何か飾ってるの？ああ、ガンプラですかね。僕はね、コーヒーの木とエバフレッシュかな。エバフレッシュって何？見ようかなって。もう夜おらへんやろ、お前部屋に。あ、え、そんな悪いよ。いやでもここね、あのケーキがめちゃめちゃ有名で、めっちゃケーキ食べないともう損してるというか、もうケーキ食べんのになんでこの店来たんですかみたいな感じの店員さんも言うんですよ。だから全然食べた方がいいと思いますけどね、一口ね。あの別にそういうわけじゃないんで、このなんかあの全然いいんですよ。もう一個フォーク頼んでもらってもいいですし、で全然でね、本当よかったら、本当よかったらですよ、本当に。うん、それじゃあお言葉に甘えて。あ、先なんですね。先にもらっちゃってごめんね。先なんですね。一口目私じゃないんですね。バスチーとどっちが美味しいですか、店長？私バスチーの方が美味しいかも。あ、あ、めちゃめちゃ無難だな。好きな食べ物？麻婆豆腐かな。たまに自分で作って食べるんだ。アルファ君と一緒ですね。君は料理好きなの？たまに、あのささみの霜降りとか作りました。はい。あ、うん、1時間ぐらい後に言って20分ぐらい。家族を大切にしてて、素敵だなと思ったんだ。はい、ありがとうございます。そっか、家族の話はちょっと禁句だね、これできないね。いや、もう本当ごちそうしてもらっちゃって、もうすいません、なんか。どういたしまして。出すって言ったんですけどね。出したんですけどね。よかった。コーヒーも美味しかったし、いいお店だったね。そうですね。また来たいですね。おお、なになに？え？危ないね。
行こう。あらあらあら、その服ですか、また店長。そんな大きい？時間が大丈夫ならもう少し歩こうか。あ、いいぞ。もうここは車もそう通らないから。え？あっちの通りに行こうか。え？あっちはあのホテル街。え？細い。え？店長。全然ないじゃねえか。あ、一個奥に一個あるわ。僕も欲しいんだけど、お揃いでもいいかな。お揃いのが欲しいんでしょ、店長。よかった。それじゃあ僕が買ってくるよ。店長、そんなもうダメですって。もうやめてくださいって。ダメですって。あ、なんか変わっちゃった。ダメですって。も私出しますって。これって紙につけるやつかな。いつも向かって。私も怒られちゃう。あの子に似合うなと思って。どう思う？長さもちょうど良さそうだよね。うん、これも買ってくる。自分が自分に嫉妬してるみたいな感じになっちゃってるの、これ。ねえ。あ、ゴア。すごいタイミングでゴア行くね。すげえ暗くない？室外機があったりするとこよ、これ。ねえ。猫の状態だ。こんばんは。待ってたよ。今日はね、お前にプレゼントがあるんだ。何ですか？あ、なあ、これ店のスタッフのことお揃いなんだ。あら、お前に似てるなと思って買ったんだよ。あららららら。喜んでくれてるのかな。それだったらちょっといいけどね。すぐにお前に似合うなって思ったんだ。これも大きくなったら首締まるんじゃないこれ。大丈夫？苦しくないかい？うん、やっぱりよく似合ってる。とっても可愛いよ、僕だけのお姫様。あららら、なんだそりゃ。困りましたな。嘘。すごいな。大変。昨日あの子にリボンをつけてあげたんだけど、どうだったかな。そうなんだよ、目の色も綺麗だし、本当に美人だよね。あら、ああ、そういえば、あらららら、あの子、ちょっとさ、ちょっと君に似てるよね。それは美人ってことです？似てるかもしれません。気のせいですよ。似てない。似
てないと思いますよね。自分で似てるかもしれませんっていうのもな。これめちゃめちゃ難しくない？普通気のせいですよとかだよね。そうなんですかとかないの？あ、そうなんすかじゃない。だって知らんからな、会ってないはずだから。あ、いや似てるかもしんないですね。あ、上がるんだあ、まあそう言われてみれば、見ればですけど、なんていうか、目の感じっていうか雰囲気が似てるよね。じゃあそろそろ配達に行ってきます。もうこれ行けんじゃん。じゃあもう、え、でも行った後は怖いな店長できるかね。いやいや、キスしないんだからスムーズにエッチで。確かにね、ふらつきとかないから。最近なんだか物騒になってきたのよね。あら、ほんとひったくりとかあるみたいで。クワマンがへその緒取られたのかね。お店にも若い女の子いるでしょ帰り道とか心配よね。そうですね、なるべく明るい場所を通るように言っておきます。そうね、それがいいわね。それじゃあね、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。お気をつけて。あら、来た来た。さっき常連さんと話してたんだけど、最近治安が悪くなってるみたいなんだ。残業がある日は帰りが遅くなるから、スタッフのあの子のことが心配でね。防犯ブザーとか渡そうかな。防犯ブザーどっか行っちゃうからね、夜になるとね。心配しすぎかな。でもあの子のこと本当に放っておけないっていうか。まあね、二人でこんだけ回してるからね、いなくなったらもう回らんから。あの子と一緒に出かけるようになってはっきり分かったことなんだけど、僕は彼女に惹かれてるんだと思う。あの子のことをもっと知りたいし、僕のことも知ってほしいと思うんだけど。いや、実は僕中学の頃に飛行に走っててさ。そうなんだ。喧嘩したりバイク乗り回したり。それはもうひどくて。バイクはまあいいけど。一度だけ喧嘩相手に大怪我を負わせたことがあるんだ。そいつは運動部で試合に出られなくなった。そういう人間だから僕は。だからあの子のことを好きになる資格ってやっぱりないと思うんだ。ほんとヤンキーなのかな、本当にこいつ。ついヤンキーじゃないんじゃない。本当にちょっとヤバいやつだったんじゃない。本当にナイフ持ってたりとかさ。ねえ、こんなこと話せるのお前だけだよ他で言うな、逆にそんなこと絶対言うなよお前。猫以外言うなよ。そんな過去を持っていてもって、過去によるやろ結構結構過去によると思うぞそれは。あ、
はよチューして。あらら、本当だ。大丈夫？痛くない？いやいや、絆創膏早くし、早くしてくれ。トゲは抜けてるみたいだね。はい。いや、そんなしてないって。本当に急にさ、殴り合いの喧嘩に急に刃物出したりする、ちょっとやばいやつになってた。そうそうそう、本当にね、本当にそのやりすぎるやつだろうね。やりすぎちゃうからやばいと思われてる。これで大丈夫かな。往復が本当に何倍返しなのみたいな。だいぶ後半の何倍返しだみたいになってるのみたいな。もうゴリゴリのヤンキーではなかったと思うけどな。あ、ちょっと待って、今日は僕が担当するから、お会計先に済ませてくれる？指、治りが遅くなるといけないからね。うん、わかった。それじゃあお願いします。お待たせしました、川原さん。お会計。二人ってできてんの？あ、え、いや、そういうわけでは。え、違うの？いや、だってどっからどう見てもだとしたら人の彼女にそういう態度取ります？普通ね。え、まあいいや、面白いもん見れたし。はい、これ金ね。釣りはいらないから。そんじゃ、また来るわ。びっくりしたよね、いきなりあんなことを。まあ、裏から飲み物取ってくるよ。飲むよね？あなたの飲みかけの紅茶でしょ、本当に。こなれてきたね、猫になるのはね。よし、今日の作業は終わり。お疲れ様でした。悪いところを通って帰ってね、言いすぎてた。帰りにはバタバタしちゃったからな。もう帰ってると思うし、メールとかしても不自然だよな。どうすんだよ、そのゴリゴリに危ないやつに絡まれてるかもしれないしね。もしも改心しないであのままだったら、自分も犯罪者になってたかもしれないって、ふとそう思ってさ。傷害罪ですよ。でも僕にはね、恩人がいるんだ。少年院の監修ですか？いいことをしていても悪いことをしていても必ず誰かが見ていてくれるからって。うん、そう言ってくれた人がいたんだ。その人の話を聞いて、僕は真面目に生きようって思ったんだよ。この間道で会ったおまわりさんいただろ？あの人のお父さんがそう言ってくれたんだ。お世話になっとるやないか、警察の。喧嘩で大怪我を負って入院した時にね、藤本さんのお父さんが花を持ってお見舞いに来てくれて諭してくれたんだ。あ、警官ではないんだ。お父さん来てくれた花を見て、優しかった祖母とのことを思い出したんだ。あ、もうおばあちゃん亡くなってんのかね、その時はね。おばあちゃんが亡くなってから。あ、なるほどね。僕が上がる前に亡くなったんだ。僕が荒れたのはそれからかな。僕はね、花が好きだった祖母に胸を張って花屋になりましたって報告したいんだ。いや、もう報告しないよ。でももういい、大丈夫じゃない。仕事を頑張れば頑張るほど、人から信頼されればされるほど、
後ろめたさが募っていって。そ、怪我さした子をなんとかできればいいんじゃないの。逆に報告はできそうにないよ。立ち広し